はい、じゃあ装飾音符についてです。装飾音符についてちょっとお話します。で、ドラムに置き換えてはフラムって名前がつきます。多分マージングから来てるんだと思います。はい、なんでよくフラムとか呼んでしまうんですけども、装飾1個の前ですね、基本的に先ほど7拍子は同時に叩いても OK ってお話したんですけども、本当に同時に叩いたら同時に音が鳴ってしまう場合はずらさなくちゃいけません。で、まず押さえておきたいポイントです。これはどの楽器でも一緒なんですけども、メインの音は これです。これがメインの音です。はい、その前に音がつきます。これがどの楽器も一緒だと思います。なのでたまにこっちが先に来ちゃう人がいるんですけども、こっちが先に来るとちょっと変わってしまいます。なんか本当16ボンプとか32ボンプみたいなタタって本当になってしまうんで、あくまで前につけます。で、なおかつ装飾なんで、まあ音はちっちゃめにすることが多いです。はい、小さくして次の音が、まあ、大きい、まあ、メインの音で、さらに、タイミング、拍のタイミング的には、まあ、こっちがメインですね。こっちはその前、ちょっと前に、つきます。で、この幅は演奏者の自由としています。なんで、まあでも一番は曲によりますね。バラード系のゆっくりな曲だとここの幅が長くなる傾向にもあるし、結構勢いがある曲だとここは短いっていうこともあります。なんでここはまあ演奏者の自由というふうにします。で、ここからはドラムならではです。ドラムの場合、右手で叩くか左手で叩くか2つあるんですね。まずここが右で叩く場合、メインは右です。右で叩くってしたら装飾音符これ左になります。なんでこういう形です。はい、次こっちが左で叩きましょうってなった場合、こっち右になるんですよ、ちっちゃい音。なんで、ベテランの人、まあ、上手中級者以上の方は、まあ、両方でできるようになってます。これやってみると分かるんですが、どっちかが得意でどっちかが苦手です。あ、わざわざこう、まあ、高くこうメインの音が右だとしたら、右は高くして左低くして、でこのまま落とせば勝手にこうフラム装飾音符だったよね。なんですけど、わざわざ右が追い越して先に行って左が後に来るって人もこっちがやりづらいって人は、こっちしかやりやすくないみたいな人は、あえてそうなっちゃう人もいます気づいたら全部こっちになってたんで、両方ともこっちっていう風に、はい、なります。はい、説明は以上となります。